はい、こちらストーリーテラーの河合モンドです。はい、河合モンドの奇談、奇談ラジオやってまいりましたね。今日はですね、いわゆる幽霊の発する声ですね、声についてちょっとね語っていきたいと思います。前回だと思うんですが、ウリュウドウさんのね心霊話を公開させていただいて、その時にですね、いわゆる幽霊とは、いわゆるその目に見える形で、分かると、いわゆるその人間のような形を装ってくることがあるということをね、前回言いました。で、今回はですね、その幽霊というものは、ね、いわゆるその音も発することができる、いわゆるその、まあ、代表されるのは声ですよね。声として訴えかけることもあるよということをですね、ちょっとね皆さんにね分かっていただきたいと思います。あとね、私もねそういったその声を実際にね撮影してしまったっていうことがありますから、ちょっとこれ声をね聞いていただきたいと思います、ね、はい、どうぞ。広大な土地ですね。ものすごく広大な土地です。ここで結局そのアイバミラットという男がですね、その旅行客をですね結局まあ誘拐して、まあ殺害して、まあ、こちらに埋めたということなんです、まあしかしながらですね、まあいろんな説があって、まあカルト教団がやったんじゃないかとか、ね、どしどし、心霊現象の方を送ってくださいね。メールの方で送っていただけるとこちらで紹介する機会ができます。はい、どうでしょうかね。で、私ね実は確か前回話したと思うんですが、高校生の時にですね、まあ、家にいた時に、隣の部屋からふんとかはいみたいな感じでですね、いわゆるその受け答えをする声を聞いたことがあるというのを前回のね奇談で紹介したと思うんですが、結構ねこういったことって私多いんですよね。でもう今聞いていただいた声というのは、一つはですね、ベラングロフォレストっていういわゆるその森林地帯があるんですよね。でそちらでですね、昔にですね、いわゆるその連続殺人っていうのがあったわけですよ。そこはいわゆるその殺害現場だったんですよね。でその殺害された方々っていうのがいわゆるそのバックパッカーですね、観光で来て見えた方を拉致して、その森林でいわゆるその斧でね首を切ったりだとか銃で射殺したっていう場所なんですよね。で実際その警察が捜査した時にその森からもういっぱいその遺体というのが見つかったわけですよね。でその場所に私がそのまあいわゆるそのね、犯罪の現場をですねちょっとこう潜入するという形で行ったんですけども、その時に、入ったいわゆるおそらく女性の声なんですよね、うん。で、二つ目がですね、これは、奇談ですね。奇談を収録している時に入った声ですよね。で、これね、実際、まあ、いろいろな方に聞いてもらうと、まあ、お腹の音だろうとかね、要はお腹が減ってきたから出てきた音だろうとか、いろんな方いるんですよね。でも実際は私はねその現場にもいて、実際そんな音だとか声だとかっていうのはもうその時は聞いてないんですよ。気づいてる気づいてない以前に全くそんな声なんて聞いてないんですよね。それがね、撮影して編集している段階であれって気づくことあるんですよね、こうやってね。でまあね、これを聞いている皆さんの中には、あ、実は私もあるよっていう方見えるかもしれないんですが、
がその目で見える形だけじゃなくて声だとか音ね、音として伝わってくる、いわゆるその心霊現象っていうのもあるよっていうのをちょっとね、今回ね紹介させていただきましたね。どうでしょうかね。ちょっとやっぱりね、まあ気持ちのいいものではないですよね、うん、でもこういったことはあるということですよ、うん。まあ、特にねベラングロフォレストの場合はそういった場所ですからね、後で編集していた時に私はもう本当びっくりしましたけどね、うん、びっくりしました。帰国して編集段階に入ってその編集してた時っていうのが、深夜だったんですよね。でイヤホンして編集してたんですけどもう飛び上がるぐらいびっくりしました。はい、まさかと思ったんですけど何回も繰り返したらね、声が入ってました。はい、ということですね。はい、ということでちょっと今日はね、これで終了とさせていただきますね。また皆さんもね、ちょっと心霊体験だとか心霊現象ね、こういったものを見たとか聞いたとかね、こういった話を聞いたとかっていうのがあれば、またね、メールの方でお寄せいただけるとありがたいです。はい、それでは終了いたします。また次回お会いしましょう。あなたの後ろに誰かいませんか？